世界メディアサミットとは、新華社通信などが主催し、世界中のメディアが会する会合の一つである。第1回は、北京で2009年の10月8日から10月10日に開催された。第1回世界メディアサミットでは、コーペレーション、アクション、ウィン、ウィンデベロップメントをテーマとして開催され、中国通信社によると、閉会式では、世界メディア共同宣言が発表された。 第2回は、2012年7月5日に、モスクワで開催された。テーマは、グローバルメディア、ミーティングチャレンジズオブザ21ショートトンセンチュリーであった。伝統的なメディアの改革や、放送倫理などについて話し合われた。第3回は、2016年5月20日から翌日5月21日に、かけて、カタールのドーハにおいて開催され、ザ・フューチャー・オブ・ニュース ニュース・オーガニゼーションズがテーマであった。報道に対する技術の影響や、ジャーナリストの保護について話し合われた。アルジャジーラは、世界メディアサミットにおけるスピーチでの、各通信社代表の発言を報じた上で、第3回の要約を述べている。ありがとうございます。